ランドサット7による発掘地点の衛星写真ティクターリクはデボン気候機に生息した絶滅肉器類である。ティクターリクと表記されることも多い。獅子動物と多くの共通点を持つ。2004年にカナダのヌナブト順州エルズミーヤ島で保存状態の良い化石が3体発見された。学名は現地のイヌイットの言葉でカワメンタイのイ。 3億8000万年前のパンデリクティスのような魚類と3億6500万年前のアカントステガやイクチオステガのような四足動物の間を結ぶミッシングリンクであると言われる。魚類と獅子動物の中間的な特徴を持つ。時代的に先行するパンデリクティスとの違いは獅子の関節と自由に動く首の発達である。胸びれは獅子動物の前足に近い。 エウステノプテロンやパンデリクティスでもヒレの中に上腕骨、頭骨、尺骨があり、死体と自在に動く肩関節で接合していたが、ティクター陸では、それが一層進歩して、肘関節と手首関節がある。なお、化石が発見された時期の状態では、ヒレの先に指はなく、陸上を自由に歩くまではできなかったようだが、これによって推定に、 ちょうどいい角度でヒレの先端をつけ、体重を支え、推進力を伝達することができた。また胸筋も発達しており、腕立て伏せのような体勢で、水の外に体を引き上げることもできたらしい。肋骨は、獅子動物のように発達しており、陸上の重力下で、体が潰れないように支えることができた。頭部は、噴部が長く平たく眼下が上向きで、外見上ワニに似る。 魚を捕らえるのに適した細かく鋭い歯を備えていた。目の後部にエウステノプテロンなどと同様の呼吸口があり、廃魚のようにエラ呼吸と肺呼吸を併用していたらしい。熱帯の酸素の乏しい浅水域で生息するのに有効だったと思われる。頭骨後部のエラ穴と喉を覆う骨は縮小し、獅子動物のように首を、 胴体から独立させて動かせるようになっている。浅瀬で獲物を狙ったり、空気呼吸のために口を水面上に出すのに役立っただろう。骨盤に似た腰骨には腹びれの骨の先が収まる股関節のくぼみがあり、腹びれの骨は大腿骨に似ていたという。湿度地点はデボン機の赤道近くの河川体積物の中である。おそらく浅い水域で生息し、 短時間ならば、陸上に逃れることもできる、魚食動物だったのだろう。全長は、約2.7メートルあったとされる。川崎里氏絶滅した奇妙な動物に、ブックマン社、2010年、P36、37などでは、ティクター陸と書かれている、ヒレから足へ、3億7500万年前の化石に、進化の節目米研究。 アフップブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュスラッシュスラッシュ30065602014年1月22日閲覧。人間も、この魚の子孫、化石に、骨盤の原型発見。読売新聞。http www. 読売、c o j p サイエンスニュース 2 0 1 4 1 1 8ト1 t 0 0 7 9 6 h t m 2 0 1 4年1月19日閲覧。川崎里氏、絶滅した奇妙な動物に、ブックマン社、2010年、P36。ありがとうございます。